本日ファーストインプレッションしたいスマートフォンこちらになります。 iPhone14 の新色イエローになります。こちら3月14日発売ということで、すでにね、予約も開始されてますけども、 Apple ですとか各キャリアで発売になるというモデルになっています。で、iPhone というのはまあ毎年9月に発売されますけども、ね、その半年後ぐらいの3月のタイミングで、例えば、2年前ですとパープル、さらには、去年ですとグリーンといった新色が発売されるようになりました。で、今年まあどんな色かというとイエローといったものが出てきましたので、まあ、早速、ファーストインプレッションという形で開封していきたいと思います。はい、それでは早速、2つのモデル開封していきたいと思います。まずは iPhone14 の方からいきたいと思います。はい、こちらね、Apple は iPhone でね、こうプラスチックの、ね、あの袋ではなくてこういった形ね、ペリペリペリと破る形で箱を開けられる風に今ね環境意識して変わっております。おー、鮮やかなイエローという感じになっております。ね、これは春にぴったりな色合いになってるんじゃないのかなと、早速剥がします。はい。はい、といった感じでね、サイドの部分、側面もしっかり黄色というところですし、カメラ周りもね、本当にイエローと、鮮やかなイエローになってるかなと。ね、アップルマークはシルバーというところでね、光っております。で、底面の部分もね、もちろんね、こう、ライトニング端子の中も黄色というところでね、イエローが徹底されてるなという感じですね。ああ、これね、うん、確かにいい色だなというふうには感じますね。はい。というわけで、じゃあもう一つね、いきたいと思います。こちらね、iPhone の14のね、大きい方というところで iPhone14 プラス、こちらもね、開けたいと思います。はい、よいしょ、ペリ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 、はい、でもう一つね、ここもペリ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 というところでね、いきますよ、せーの、ドン、あ、黄色、いい感じの黄色になってますね。はい、ね、こちらもね、鮮やかなイエローというところで外してみますと、ね、当然のことながら、まあ、側面も、はい、イエロー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 。ね、美しい色になってるんじゃないでしょうか。といった形でね、ノーマルの iPhone14 と iPhone14 Plus、いずれもね、イエロー新色が、3月10日22時より予約開始となり、3月14日から発売というところなので、iPhone14 ね、まだデビューしてないと、機種変更しようと思ったけども、デビューしてないという人はね、この春のタイミングで、イエローで iPhone14 デビューするというのもありなんじゃないでしょうか。